はい、ね、47、8ヤード付近から谷川がフィールドゴール決めていきました。でその後ここもまたトラション・ニクソン選手のランニング、倒れない倒れない、まるで重戦車のようなランニングプレーを見せていきました。